ブラジルで生まれてあの日本に3年半ぐらいに住んでて今回作品のタイトルが木の中石の中鬼鬼師であのレジデンスに参加してずっとの日本に住んでるのは興味があるのはあの森についてあのいろんな研究してていろんなところに行ったり林業とか人間のつながるの興味があるので。あの 日本の文化の中で、鬼師の由来が、あの鬼が群れにあの意思を押してしまって、他のあの話があの、多分鬼師がアイヌ語の名前も。あの、それを聞いて、あの、あ、どのようにあのアイヌのつながり、あの群馬とか、あの遠いなので、全部集まって、あの作品作りました。今の作品が、あの。 ガラスであの石の形で作ったの中があの植物の葉っぱに入ります。この葉っぱがゴーマ県にある植物を全部興味があるので全部研究してどの木があった、どんどんあのなくなってる木とかどの木があの人間があのあの植えてあの増えた木も全部研究して。 この木をを選んで、あの葉っぱを自分のテクニックであの葉っぱからあの色を抜いてを使ってこの葉っぱがあの植物の,あのメモリー植物の,あのスピリットとか意味があるのでこの植物が一子の,の中になるのがちょっと不思議な感じがするこのアイディアが文化の文化 にとってなんか忘れてしまったのも多いしどんどんあの町にあの住んでてあの植物の森のつながりどんどんあのなくなっているのでもう一回この森の関係あの覚えてるとかあの昔話もつながるもう一回すればいいとか音楽もあの作りました。音楽があの森の声の声アアイディア って言葉で植物のキーの名前言ってあのいろんなレアがあるのであのちょっとちゃんとの名前あの聞こえないけどあのこの中であの植物の名前あるのでもう一回の森のスピリットの感じるとか音楽からこの作品見ながらこの感じて。 14歳からずっとあの植物の,あの薬草ハーブを勉強してあの日本来た時にど何が違うとかところの場所によって何がまだ残るのをあの研究してあの興味があるのっていうはあのは今はあの正解にあの日本あの自然に考えていかなく が多いのであのどうやってあのもう一回の自然を守るとかそれがあの全体であのみんな考えてるけど私のアイデアがあのまず自然に守るためにコミュニケーションもう一回しましょうか。どうやってて植物と話して 植物と話すのを言えばちょっと変な感じがするどうやって植物を話すけど昔が自然のアイデアがあったの森の相手植物を見て植物から覚えるそれが多かったっていうのがそれで作品を作ってもう一回人間と森とか人間と植物とかも見つ もう一回の分かってば多分人間の中で文化の中で何か変わるかなと思うので お西の人を、いろんな人と話して、あの昔から、あのずっとお西に、あの山の方の住んでた人と。あの最近、あの十年前、5年前、あの西に飛行した人も、あの林業の関係。もある人と話して、いろんなビューポイントで、あの作品作りました。一つが、あの本当のお西の位置の形。 けどあの実はあの鬼石の石はあの神社の下にいますのですごい小さい窓からあの石ちょっと見えますすごい暗いところで実はあの本当の石の形があの自分の中でイメージ作らなきゃいけません神社の外があの鬼があの石を持ってるの絵があってこの絵から最初の,あの石を作って 私窓から見る時がちょっと違うかなと思うのでそれでいろんな形で作りました植物が透明になるときに私の中に見て分かるの感じがするけど本当全部分からないこともありますちょっと不思議な感じ科学的に考えば意思があの 生きていないあの植物が生きているけど私にとってはあのあのミネラルとか植物はすごいつながっているの自然の中でであの別々に考えないあの考えるのはあの意味ないのであの実はあの自然の中であの全部が繋がっているあのなんか 石の中であの植物とか植物の中で石とかあの全部同じじゃないっていうのであのそれであの透明であの中にあるのを作ってちょっとスピリットっぽいので作りましたあの感じてほしいのがあのもう一回あの自分の中で森に入る時に。 どうやって植物につながるとかどうやって意思につながるとかどうやって植物と森にコミュニケーションするとか自分の中で考えて自分のコミュニケーションを作ればいいじゃないでそれが多分一番必要作品にとって一番必要だと思います。音楽をきながら思い出してどののように自然感じ するかなと外行く時にいいものあの植物見る時に石見る時に何かなんか違うなあの感じができればあの嬉しいです。<laughs>